エンジョイパチンコライフ。ピーマット TV、 そして YouTube をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。石川由美由美です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、新年一発目、私はこちら愛知県の知立市にありますメガコーコルド1020刈谷知立店さんにお邪魔しております。なんと私、愛知県初の撮影となっております。ありがとうございます。生まれが愛知なので、私はずっと来たかったので本当に嬉しく思っております。しかもちょっとコンコルドさんとはとてもですね、昔からちょっと縁がありまして、はい、なので来れてとっても嬉しいです。はい、今日はですね、スロットスタイルの撮影ということで、今日のルールは3時間1000枚の実践となっております。スロットスタイル自体もなかなか久しぶりですし、さ、そういえばさっきもう店内をちょっと見てきたんですけど、まず稼働がほんとすごくて、置き時が120台あるんですよ、全部で。その置き時ももうほぼ埋まっていて、もう見た感じ、これ私台選びできるのかぐらい本当に人が多いので、ちょっと早速店内に行って売れそうな台をこれから探しに行きたいと思いますので、皆様ぜひ最後までご覧ください。ということで早速店内の方に行ってきます。はい、ということでスロットスタイルなので早速スロットコーナー見ていきたいと思います。早速置き時がすごいぞ。 なんか置き時がさっきも言ったんですけど120台あるらしくて、やっぱすごい押してるんだろうなっていうのがすごいよくわかるんですけれども、すごいでしょ稼働が。こっちもだもんね。すごいな、何紙もあるのだって置き時が、すごっ。ここもでしょだって、あーすごい。どうしようかな、ちょっととりあえず見ましょう、いろいろ。でもどの島もちょっと本当に稼働がすごくて、自分の打ちたい台を打てるのかって話ですよね。あ、トモも台数、あ、トモすごい、一島全部トモか、へえ、埋まってますねこちらも、すごい、うん、でもな、なんか私最近いつもなんだろう、やっぱ北斗とかが最近ずっと多かったので、ちょっと違う台を打ってみたいなっていうのがありまして、あ、AKB、 あ、 AKB 空いてるな、 AKB でちょっと打ってみたいなと思ってて、空いてたら打ちたいなと思ってて、今ちょうど空いてるのでちょっと打とうかな。はい、ということでですね、今日はまず、AKB48 バラの儀式を打っていきたいと思います。頑張るぞ。はい、ということで早速スロットスタイルの実践開始したいと思います。よし、AKB 初打ちです。頑張りましょう。推し面はさやねえです。私はあれでした、もう最初から自分で設定しなくてもさやねえだったんで。私この仕事を始めた頃、ピーマート始めた頃に前回の AKB が出た頃だったんですよね、ちょうど。もうだから3年前ぐらいか、大体。と、私愛知での撮影が初めてなんですよ、今日が。本当ずっと来たくて、やっぱね、生まれがこっちなので、やっぱ愛知とか岐阜でずっとお仕事したいなと思ってて、うん、初の撮影がコンコルドさんですよ。実践始まる前にもうすでにすごいたくさんの愛知の方が声をかけてくださって、うん、嬉しかったです。すごいありがとうございます。わざわざね来てくださってね。
80% ぐらいあるよね、これ。いくよ。いきますよ。スイカ？キョウちゃんスベだ。よっしゃ、よし、よし、1回目。どうなる ?2 回目。松井玲奈さん。まだ行く？あー、2回。2回だけど、どうなんでしょう。はい、さあやね。あ、ゼブラ、ゼブラやん。行きます。え、ダメなの？嘘。いやいやいや、嘘でしょ。あ、だよね。よかった、やった。嘘でしょってなるよね、さっきの。よかった、当たりました。だってこれ 80% ぐらいの期待値あるよね、確か。サプライズレバーは。よかった。よし、初めてのボーナスです。私 AKB ね。よし、ビッグ、ビッグでした。よかった。捉えます。ゲーム、ゲーム数365、ゲームでビッグを引きました。ありがとうございます。よかった、早めに引けましたね。で、最終告知かな、やっぱ。あの、前回の AKB みたいな感じにしたいんで、これにします。努力貯めます、今回も。あ、でも60になった、緑になったね、むしろ。あー、60か。頑張れ。60って一番微妙なとこやな。あー、ドキドキ。いきますよ、頼むでね。本当これこう緊張する、いつも。あ、レバーか。いきます。あ、これ、あっ、もうやだ、これ、このパターン。よかった、カビトクラッシュゲットしました。なんだろうね、この1回すかす感じ。なんか緊張する。えい、行こう。あ、赤いの。えい、はい。これ緊張すんの。よし、あ、青いけど、10ゲームってことは50ゲーム。
ゴージューゲームでした。まあまあまあ、まあ、でもとりあえずちゃんと神曲ラッシュもゲットしたのでよかったね。さっそう追加かな。惜しい。あ、チェリーだ。逆チェリー。どう？来るかな。よし。青。サプライズスキップ。行くらしい。連打。なあ残念。あ、戻っちゃったね。また来た。またバラの儀式ゾーン来ました。また終わっちゃうかな。うん、10体か。すごい押しだ。あ、やった、やりました。てっぺんチャレンジ、てっぺんチャレンジ、やっと上乗せが抜きます。ここで抜きます。いくよリプレイ引けばいいんだよね。お、引いたで、ね、リプレイ行きます。リプレイで当選すれば100ゲーム以上乗るんだもんね。頼むで。なかなか乗らんのやろ。えい、難しい。あ、もう終わりやん。10ゲーム？もう10ゲームでした。プラス3ゲーム難しいよね、上乗せ。あ、ラスト、うん、よっしゃ、行くぞ。チェリーや。変だ、でもジャックチェリーや。あ、赤い赤い、あれダメ？ダメか。アンコールモードです。終わっちゃったね。あ、閉まっちゃう。あ、閉まっちゃった。終わりました。トータル60ゲームで257枚ゲットしました。残念だね。何が来るかな。今日チェリーで会ってほしいね、やっぱり。今日チェリー来ました。よっしゃ、行くぞ。お、2回目。あー、また2回か。さやねーだね。よし、これはちょっと期待していいかな。はい、1、2、3個か。頼むよさやねー。お、当たった当たった。あ、またその広角の移行しやすいゲーム数に行く前に当たりました。え、なんかすごいさらっと当たったね。サラサラっと当たりました。
さ、今度はレギュラージャッケボーナスです。96ゲームでゲットしました。3分の1だよね。頑張ります。よし、パーでしょ。いきますよ。え、外した、抜けた。あー残念、負けました。負けて1ゲーム出てなんか3まで行きました。なんだろう、スイカか。スイカがチャンス目。スイカでした。あ、負けちゃった。あ、これあれが始まるのか、歌が始まるのか。これ初めて聞く。派手ですね、相変わらずね。スイカです。スイカ結構引いてるよね、さっきから。デカハンマー、チェリーだ。あ、ボーナス、ボーナス。そう、この時よく当たりますよね。なんかね、パチンコもなんだけど、この公演中によく当たるんだよね。当たりました、イエーイ。さあビッグ行きたいです。今度はやった。ビッグを引くことができました。よし、また入れるぞ、ちゃんと。どうしよっかな、ちょっと違うのにしてみましょうか。3つ目のやつにする。完全告知します。よろしくお願いします。あかんかな、終わってしまう。終わっちゃった。残念。202枚ゲットしました。なんだろう。ボーナスね、結構来てますね。こんなタイミングで出玉がなくなっちゃいました。何分ぐらいだろう、もうあと1時間ないぐらいか。おお、今日チェリー引いちゃいました。あ、赤になった。まだ続くの。チャンス。チャンス。ミッションかな。ミッションだ。あ、スタンバイモードだ。3回目の、あ、もう青になったよ。どうだろう、行く？行く？あ、黄色だよね。あ、やばい。
タンバイモードに行った。どうだろうね、これ当たるかな。行くんだ。時間がやってまいりましたので、ここで実践を終了したいと思います。ちょっとなかなかドカーンという見せ場がなかったですけれども、最後まで見てくださってありがとうございました。はい、ということで実践がすべて終了しました。本日はですね、 AKB48 バラの儀式を打たせていただきました。結果が、マイナス550枚という結果にしまいました。3時間だったんですけれども、非常にまったりと、最初当たりはねすごい早かったんですけどね、なかなか ART が伸びず、1回入ったんだけどね、伸びず、ボーナスも超ポンポンいい感じで引けてたとは思うんですけど、その最後の2回のボーナスで ART に入れれなかったのがちょっと辛かったかなと思います、ね、でもまったり楽しく打たせていただきました。ありがとうございます。ということで本日お邪魔しましたメガコンコルド1020刈谷地龍店さんなんですけれども、今後もですね P マークのメンバーたくさん来店します。次は、福田奈々ちゃんが来店します。あのちゃん奈々がコンコルドに参りますので、ぜひ皆様遊びに来てください。詳しくは、P マートのホームページスケジュールをぜひご覧ください。あとですね、コンコルドさんは、その他にもたくさんの有名な芸能人の方などが、よく来店されますので、そちらもですね、コンコルドさんのホームページまたは P ワールドをで、ぜひスケジュールをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、石川由美のスロットスタイル、本日は愛知県知立市にありますですね、メガコンコルド1020刈谷地龍店さんにお邪魔しましたけれども、もう見ていただいた通り本当に稼働がすごい、本当すごいです。もうなんだろうな、店内の熱気からしてなんか違いましたし、あとはやっぱ置き時ですよね。もう台数がとにかく120台もあるということで、なんでしょう、もう気合の入り方が違うんだなっていうのが多分伝わったと思います。あとミリオンゴッドも今でも多いんですけど、さらに増大するっていうお話でしたので、こちらもぜひ見ていただけたらなと思います。はい、ということで石川由美のスロットスタイル、最後まで見てくださってありがとうございました。2016年もぜひピーマット、そして石川由美、閉店ちゃん、石川由美由美みんなをぜひ、ピーマットのみんなをぜひよろしくお願いします。それでは今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。